東京都では昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに4295人確認され、日曜日としては過去最多となりました。1週間前と比べて229人増えました。重症者は前の日から6人増え251人となり、6日連続で過去最多を更新しました。一方、全国では新たに1 7837人の感染が判明しました。 重症者は前の日から42人増え1563人で過去最多でした。